こんにちは、体操の先生です。今日はね、奈良公園にやってきました。今日はね、建造物を見ることが目的ではなくて、鹿と遊びたいと思います。めっちゃおるけど、朝早いからみんな寝てるわ。これ起こしたらブチ切れんねやろな。鹿ってね、なんか皆さんこんなイメージを持ってるかもしれませんが、大きいしね、なんか迫ってこられたらやっぱり大人でも怖いですよ。鹿せんべいのあるときないとき、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 全然ちゃうやん態度が。おい、やめときや。鹿って触られるのは苦手みたいやな。
きでしょ。まあ鹿ってね、鹿せんべい持ってなければ襲われることもないですし、まあ、こうやって触ってもね、まあ、嫌がりはしますけど、まあ、怒ってくることもまあないので、まあ安全な動物かなと思いました。ただね、やっぱりお子さんはねちょっと怖くて、もしかしてトラウマになるかもしれないですね。鹿やのにね。